ここらの計算をしていくとですね、なんか矛盾してるなーって気がしてくると思うんですね。で、ここで出てくるのがすごい重要なスライドなんですけど、売上を占めるキャッシュレスの割合が3から4割を超えたら効果を実感できるというデータが出ています。つまり、1割2割ぐらい増えたんでは、実は効果を感じられないんだけど、3割4割、つまり売上の中で3割4割がキャッシュレス決済になるぐらいになれば、 そうすると、実感できるというね、アンケート結果が出てるんですね。これ非常に興味深いなと思っています。ところがですよ、現在、この効果が出ないと答えてる人たちは、どういうデータが出てるかっていうと、売上に占めるキャッシュレスケースの割合が、1から2割の店舗が半数なんですよね。半数いるっていうことは、この人たちは実感を湧かないと思うわけですよ。なので、 ここらの割合がもうちょっと増えてこないとですね、実感湧いてこないじゃないですか。だからまだまだキャッシュレスを進めないとですね、多分効果も感じないじゃないかなと思うので、キャッシュレスの比率を上げていくって必要もあるかなと思います。はい。ところがですね、また面白いデータが出てて、キャッシュレスの比率がですね、逆に5割を超えてくると。 さっき3から4割は実感がわくっと言ってるデータもあったんだけど、逆に5割を超えるとですね、経営を圧迫するって回答している人もいるんですね。なんかこれもまた矛盾してる話なんですよ。今、キャッシュレスの決済比率が年率で2から3%程度のペースで増加している。このまま増加していくと、ある日、キャッシュレスの比率が現在の倍になる。 ということがあって、加盟店手数料も今の倍になるということも予測されるんだけど、それを踏まえて質問ですということで、これから売り上げ全体に占めるキャッシュの割合がどの程度まで増えたときに、あなたは経営に困難を、えー、来たすと、えー、予想されますかというふうに聞いたときに、例えば、えーと、その割合が1から2割でそう思うという人もいれば、3から4割という人もいるんですけど、で、この割合がね、5割を超えるとやばいと言っている人が、 いるというデータがあるんですね。すごい矛盾してますよね。じゃあここでね、今度はどういうふうなことを考えなきゃいけないのかっていう話になります。はい。じゃあ今度ね、後で話しますね。次に紹介したいのがこちらです。キャッシュエス決済を導入しない理由は何なんだって話ですね。ここで出てくるのが手数料の話ですね。 現金では存在してなかった手数料っていうものがキャッシュレスはどうしてもかかってしまうので売上が増えても手数料払うと逆に損する1%増えても3%手数料払ったら損するじゃんって話が出てくるわけですね。ということで手数料の話がこれから重要になってくるねってことがわかると思います。